あれ？ストラップがない。嘘、どこかに落とした。まさか回収されたゴミ？トラッシュルームの中だよ。入ってもいいですか？え？ものすごい量あるよ。悪いことは言わないから諦めた方が。お構いなく。回収は朝8時。時間には余裕がある。あ、すごい匂い。ダメだ。思ったよりすごい量。こんなゴミ山から見つけられるわけ。賞味期限の切れたものはゴミ箱に捨てなきゃね。お疲れ様でした。カホちゃん。あ、立花さん。染野さん見てない？企画書のことで聞きたいことあってさ。私は見てないですね。そういえば今日は17時にはもういなかったかも。あの染野さんが定時だって？まさかご飯でも食べに行ったのかな。まったく食いしん坊なんだから。明日でいいや。そんなことより、私立花さんに相談があって、この後時間あったら飲み行きません？ん？この俺に相談？他の誰でもないこの俺に？普段はかなりとてもすごく忙しい俺だけど、超偶然今夜だけ少し時間作れそうだから準備してくるわ。ちょろ。ゴミはゴミ箱にね。最悪。あ、消灯ってもしかして0時過ぎてる？スマホもデスクに置いてきちゃったし、帰りが遅いからって心配してくれる人もいない。私一人ぼっちだな。誰も見向きもしませんから、賞味期限切れのおばさんなんて。どうしてこんな時に思い出しちゃうんだろう。こんな年になるまでずっと引きずってるなんて、自分でも認めたくなくて、仕事の忙しさで気持ちに蓋をした。いつか帰ってきてくれるんじゃないかって。バカみたいに期待して。私本当はあの日からずっとあなたに会いたい。